最近は我が国の沖縄周辺においても中国の無人機がかなり航行するようになりました。まだ公開上ではあります。ですがいついかなる時に我が国の領空に接近するかもわからない、さまざまな事態に備えてしっかりとした備えをしていただきたいと思います。この武器使用の問題というのは私ども政治がしっかり確認をした上で政府に一定の責任を持たせるということになりますので、今回改めて先生方にお諮りをしたいと思っております。